先生、これすごくないですか？だからすごいって言ってあるよ。でもこのピンクッション、ここまですごいって思いませんでしたよ。私の言うことに間違いないよ。超上物じゃないですか。誰にも内緒だよ。でも先生、これ YouTube です。それは困るよ。でも行ってみよう。はい、ではここから手元アップでいきます。まずね、こちらピンクッションですね。ピンクッションを持ちます。そしたらもうここでもう一本ね、ピンクッションを持ってしまいましょう。これあんまりね、ピンクッション同士の間を空けると意外とこうまとまらないんですよ。次にこの黄色いバラをね、入れていきます。はい、こういう感じですね。そしたらここで黄色いカーネーションを入れていきます。今回は黄色オレンジ系でね、まとめていきます。こっちの反対側ですね、バラと反対側に黄色いカーネーションを入れていきます。もう今回も簡単にできますからね、皆さんね、ぜひこう真似てみてくださいね。そしたらここでこのバーゼリアをね、入れます。結構こうみんなマス使いみたいな感じで入れていきますね。こういう感じですね。はい、ここからグリーンを入れていくんですけど、まず最初にこのモンステラ、このモンステラを入れるとき皆さんね、大体こうやってこうやって入れるんですよね。そうすると、まあ、今回まあそんなに花から離れてないんですけど、ここの間にこう隙間が空く場合があって、まあ、今回も少し空いてますよね。これがね、ちょっとみっともないんですよね。まあこれが分離しちゃってる感じです。じゃあどうしたらいいかっていうと、これね、くるっと逆さま向けてこう、このように当てちゃうんですね。はい、そしたらここに今度はこのエメラルドウェーブを、ね、入れていきます。モンステラがこっちに入ったんで、エメラルドウェーブはこの反対側に流す感じですね。まあ、モンステラの分量から言うと、このエメラルドウェーブは2本ぐらいが妥当ですかね。はい、こういう感じに入りました。そうしたら今度はここにパーツにしたね、フロリダビューティーを入れます。はい、こちらで完成です。割とこれはね、本当に簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。ではね、結束して前から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。こう刃物が入ってすごくかっこいいと思いません？やっぱ刃物が入るとこうシャープになりますよね。花だけだとなかなかこうシャープな感じは出ないんですけど、刃物が入るとうんとシャープになります。あ、やっぱかっこいいですよね。あ、先生いかがですか。すごいかっこいいあるよ。めちゃくちゃかっこいいよ。すごいよこれ。ありがとうございます。でも先生、色見えてんですか？はい、下手くそな猿芝居は抜きにして、皆さんね、ぜひこの花束作ってみてください。簡単にできます。そしてこのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。あと Twitter のね、フォローもお願いいたします。あと、ね、毎日ね、いろいろあるんですけど、ブログも書いてますので、ブログの方もぜひこうチェックしてみてください。それではですね、一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。またお会いしましょう。 See you next time.